カールタログリーンフェルドはアメリカのジャーナリスト、スポーツイラストレーテッド氏の編集者、現代のアジアにおける生活を綴った記事で知られる。カールタログリーンフェルド1964年に神戸で生まれる。東ユダヤ系の血を引く父女子グリーンフェルドと日本人の母、米谷文子は共に作家。パリ、ニューヨーク、香港。 東京で生活した後、1987年にサラ・ローレンス大学を卒業。現在はカリフォルニア州に妻と二人の娘と共に住んでいる。GQ や、防具といった雑誌の常連執筆者。東京ジャーナルの編集幹事を経て、2002年から2004年までタイムアジアの編集者を務める。アジアに関して、スタンダード・ディビエーションズ、グローイング、 アップアンドカミングダウンインザニューアジアスピードトライブスデイズナイツウィズジャパンズネクストジェネレーションの2冊の旅行記を書いた。近所は、サーズウイルスの蔓延を扱った、チャイナシンドローム、ザ・トゥルー・ストーリー・オブ・ザ・21ショートトン・センチュリー、S ・ファースト・グレート・エピデミックである。弟のノアは、ジョシュ・グリーンフェルドのノア三部作の主人公となった。これらの本には、 カール太郎の少年時代も間接的に書き込まれている。2009年3月に自閉症の弟を持つ兄として育った自らの体験と大人の自閉症患者の実態を綴ったボーイアローン A ブラザーズメモアールを出版している。家族は妻と娘二人。ありがとうございます。